ギリシャの駆逐艦ベロスに収容されるモライティニスらのファルマン MF7 アリスティディスモライティニスはギリシャの軍事航空のパイオニアである。1912年から始まったバルカン戦争でマイケル・ムーチューシスと共に海軍の航空作戦に従事し第一次世界大戦では9機を撃墜しギリシャ軍唯一のエースとなったアイギナ島で生まれた。 ギリシャ海軍士官学校を1910年に卒業した。バルカン戦争が始まると、新たに創設されたギリシャ海軍航空隊に志願した。1913年2月5日、陸軍士官マイケル・ムーチューシスと共に、ファルマン MF-7 を改造した水蒸気でダーダネルス海峡のオスマン艦隊の偵察を行った。トルコの奈良の海軍基地まで飛行し、 トルコの艦船と装備を偵察するとともに4個の爆弾を投下した。爆撃は戦果を上げることはなかったが、この飛行は海軍の飛行機が行った歴史上最初の作戦行動であるとされる。1914年にディーミトリオス・キャンベローズとともに海軍航空士官学校の創設に尽力し、ギリシャ最初の航空機工場を創立した。1917年に ギリシャが三国協商側に参戦すると、英月会でイギリス空軍の指揮下でソッピースキャメルに登場した。モライキニスの戦闘としては、1918年1月20日、トルコ軍艦を爆撃に向かうソッピースベイビーを護衛し、10機の敵機と戦い、3機を撃墜した。この功績でイギリスの特別功労賞を受訓した。戦争の終了までに9機を撃墜し、 ギリシャ人唯一のエースとなった。ギリシャ海軍航空隊の指揮官となった。1918年12月22日、テッサロニキからアテネに飛行する途中、オリンポス山上空で悪天候のために追試した。さらに、彼はギリシャ及び、イギリスからいくつかの表彰状を受け取り、イギリスは、ツーザ・コマンダー A ・モレイ・ティーニツ、DSO と名国された新しいエアーコ・ DH。 Q を提供した。ありがとうございます。